こんにちは、りょうです。今回のトレーナーの僕がおすすめするふみふみ体操、一緒に頑張ってくれるあなたはめちゃくちゃ素敵です。はじめの種目は足踏みをしていくよ。スタート。その場で足踏みをしていきましょう。頑張って。またこのチャンネルではダイエットに役立つ情報を毎日投稿しているので、見逃さないようにチャンネル登録して待っていただけると嬉しいです。感想やリクエストもコメントにじゃんじゃん書き込んでね。そう、その調子。それではもう少し。3、2、1。はい、OK、ナイスファイト。そしたら次の種目、膝を外に開きながら足踏みをしていこう。それではよーい、スタートー。ね、膝を外に向けて、はい、つま先立ちになっていく。ゆっくりでも大丈夫だからね、今のあなたにできるペースで行ってあげよう。頑張れ。それではもう少し頑張って。3、2、1。 OK、 ナイスファイト。そしたら次はね、膝を内に閉じて足踏みをしていこう。内ももやすに効果的。それでは用意スタート。息を吐きながら膝を内に閉じて足踏みをしていく。これ意外と難しい。でもね、最初から完璧にできなくても大丈夫。ちょっとずつ練習を積み重ねてできるようにしていくと、内ももも細くなって太ももが綺麗にハンガンガンガン立っちゃうからね。それではもう少し。3、2、1。はい、OK、ナイスファイト。そしたら次の種目は足踏みをしながら腕を後ろに引いていく動き。背中痩せも加わってくるぜ。よーい、スタート。足踏みしながら脇を閉じて腕を引いていく。肘が開かないように注意をしてあげよう。息を吸って腕を引いてあげることによって背中痩せ効果が抜群です。頑張れ。それではもう少し。3、2、1。はい、OK、ナイスファイト。そしたら次の種目は足踏みをしながら W ポーズを作っていく。万歳してから腕を下に下ろし W ポーズ。よーい、スタート。息を吸いながら W ポーズを作っていこう。肩甲骨から腕を動かすイメージで行ってあげてね。こちらは背中のハミ肉解消に効果的。ウレピーマンだ、頑張って。それではもう少し。3、2、1。はい、OK、ナイスファイト。そしたら次の種目、膝を外に開きながら足踏みをして肘を外に開いていく動き。それでは用意スタート。はい、呼吸は息を吸って肘を開いていく。肩甲骨から腕を動かすイメージで行ってあげよう。こちらは肩幅すっきり、腕周りも細くなり、巻き方、猫背改善にもつながってくる。ウレピーマンです、頑張って。それではもう少し。3、2、1。はい、OK、ナイスファイト。そしたら次の種目、足踏みをしながら腕を上に伸ばしていく動き。二の腕痩せです、頑張って。スタート。息を吐いて片腕ずつ肘をしっかり伸ばして上にパンチパンチしていきましょう。そう、その調子、頑張れ。それではもう少し。3、2、1。はい、OK、ナイスファイト。そしたら次の種目、膝を外に広げて足踏みをしながら腕を横に伸ばしていく動き。用意スタート。
片腕ずつ横に伸ばしていってあげよう。息を吐きながらピーンと肘を伸ばしてあげてね。お腹にもぐっと力を入れながら行ってあげよう。そう、その調子。二の腕痩せ、肩幅すっきり、太もも痩せにもつながってくるよ。それではもう少し、3、2、1、オッケー、牧場ナイスファイト。そしたら次の種目は膝を内に閉じて足踏みをしながら腕を上に伸ばしていく動き。それでは用意スタート。はい、そう、その調子。膝ねしっかり内に入れて内もも痩せ効果、そして腕を上に伸ばすことによって、はい、肩周りが使われる、そして二の腕も使われるため肩幅すっきりしてくるよ。頑張って。それではもう少し、3、2、1、 OK、 ナイスファイト。そしたら次の種目、足踏み。一番初めの足踏み体操に戻っていきます。それでは用意スタート。はい、2回目だから少し慣れてきたよという方いるんじゃないでしょうか。でもしっかりね、踏み踏みしていきます。頑張って。それではもう少し、3、2、1、はい、 OK、 ナイスファイト。そしたら次の種目、膝を外に広げて足踏み&腕を横に開いていく動き。それでは用意スタート。みんなあと2種目だから頑張っちゃおう。息を吐いて腕を横に開いていく動き、肩甲骨から腕を動かすイメージで行ってあげよう。背中のはみ肉解消効果も高くなるよ。それではもう少し、3、2、1、 OK、 ナイスファイト。そしたら次の種目、ラスト1種目、一緒に頑張っちゃおう。膝を内に閉じて足踏みをしながら体を前に倒していく動き、スタート。息を吐いて体を前に倒していく。お腹にグッと力を入れることによってポッコリお腹解消、下っ腹痩せも耐えられちゃいます。めちゃくちゃ嬉ピーマンです。お腹周りの脂肪気になる女性多いと思います。男性の僕でもお腹周り気になる女性の方もっと気になると思います。一緒にこの種目やって内ももも引き締めつつお腹も、はい、ポッコリお腹も引っ込めちゃいましょう。そう、頑張って。はい、 OK、 ナイスファイト。ここまで一緒に頑張ってくれたあなたはめちゃくちゃ素敵です。自分のことしっかり褒め褒めしてあげてください。また次の動画でお会いできることを楽しみにしています。お疲れ様。